はい、今回やっていくのはホラーハウスというロブロックスのマップになります。なんだろう、キャラクター選択とかできるんだね。あー、コナー、クロエ、はー、クロエさんでやってみましょうか。これでプレイできるのかな。キャラが違うと内容が違うとかあるのかな。目標、弟を探す。はい、なんか弟がいないんだよね。まあ弟を探すって書いてるから、それそうか。スタミナとかもあるんだ。ということは、走ったりもできる？走ったりできるのこれ。ああ、できるね。走るとスタミナが消費されるっぽい。で、これは？ああ、はい。んで、はい。何これ、出口って。なんか見つけた。あ、懐中電灯。懐中電灯を早速見つけました。で、懐中電灯を使うとかはできないの？あ、え、あ、もう使ってるっぽいね。なんか手に入れて早速使ってるっぽいですね。さっきみたいに何かアイテムがあると光るのかな？こっちは？いける。いけるけど、これマップの何て言うんだろう。向きは変えられないっぽいね。はいはいはい。とりあえず弟がどこにいるかを探さなきゃいけない。こっち側なんだろう。なんかある？何もないね。もう明らかに何もない感じ。うん。なんかちょっとこの足の微妙なガニ股差加減とか気になったりするんだけど。俺だけかな。ちょっと体のバランスが。まあなんかこういう感じの人もいるような気はするけど。こっちは？鍵がかかっています。しかしなぜ？知らんわ。そんなもん知らんわ。なぜと聞かれても。あれ誰の部屋だろうね。こっちは？こっちはバスルームか。こっちの奥は行けない。ああ、でも何もなさそうだけどね。あ、何もないんだな。何もない。行き止まりっぽいね。じゃあこっちかな？階段。まあ割と広い。いい家住んでるね。こっちは？どういう間取り？どういう間取りなのこれ。段ボール多すぎだよ。こっちは重いものがドアをブロックしている。ああ、なるほど。向こう側からなんか抑えられてるとか、そんな感じなのかな。下に行ってみよう。上は多分今ので全部見たと思う。弟がどこにいるか知りたい。探しに行こうぜ。え？これどうやって行くの？探しに行けないぜ。ちょっと待て。え？いけないんだけど。なんか、ああ、そういうこと？これ、お、あ、これ扉か。なるほどね。これこっちなり。あ、パソコンだ。でも何かできたりはしない。こっちもいけない。段ボール多すぎだよ、さっきから。あ、なんかある。木のドレッサー。はい。何もないよ。何もないよ。何もないじゃん。何もないじゃん。いかにもありそうな感じで言っといて何もない。何もないもんね、これ。え、どっから音がしてんの？こっちではないな。こっちかな？あ、これだな。これがなんか言ってんだな。見えないんですけど。見えないんですけど、何にも。なんかあったりする？場所が。こうやって見えるようにしてやらないとね。でも何もないわ。何もないね。はい。何もないです。全然何もないです。これなんだろう？なんか光ってる？え？何今の？おー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 、何これ、怖っ。こっちはママとパパはどこですか。あなた自分何考える。本当だよ、両親どこ行った。何も見つからないけどね、今んとこ。なんかないのかな、これは。関係ないのか。
なんかありそうでないな。うん、こっちも特に。これ何？ワンちゃんじゃないのこれ。あ、ワンちゃん。ワンちゃんがいると心強いかもしんないね。今度はドレッサーね。はい。え？なんもないんすけど。なんもないんすけど。こっち行ってないね。あ、光ってる光ってる。光ってるの見っけ。これなんかあるな。明らかになんかあるな。はい。ここだわ。あ、鍵です。何の鍵？何の鍵かはわからんけど、2階のかな？ 2 階の向こうから重いものでブロックされてるっていうのは多分違うだろうから、こっちなんだろう。何もできないね。じゃあ、2階に戻ってみよう。こっち玄関でしょ。何もできない。何もできない。もう何もできない。ちょっと2階に行ってみようか。これだね。はい。こっちではない。この奥だ。この奥の、ここの扉が、あ、書いてるよ、上に。親の寝室のロックを解除する。これでしょう。ああ、あ、ここにもなんかあるじゃん。何これ。お父さんと私は、私っていうのはお母さんか、ママか。お兄ちゃんが具合が悪かったので、あれ？さっき弟って言ってなかったっけ？まあいいや。急いで病院に連れて行きました。私たちはおそらく明日の朝戻ってくるでしょう。9時頃に嵐が来るはずなので、外に出ないでください。9時、9時っていう数字の小ささ。ドアがロックされていることを確認してください。また地下室に行かないでください。そこには驚きがあります。驚きがありますって何？逆に行きたくなるようなあれだね。お、え、何今の？何、何、何、何？何？侵入者から隠れる？え、これ、これちょうど？おお、おお、何？今隠れてるってことこれ。ベッドの下に隠れてんのかな？おお、なんか怖い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 。急に。っていうか侵入者もさ、ちょっと遠慮しようって話だよね。こんなにドア叩かずに。取るもん取ってどっか行ってくれればいいのに。いなくなった？いなくなった？警察を呼ぶ。警察を呼べばいいんだな。え？警察を呼ぶ？え？出れないのこれ。あ、出た出た。急にさ、ホラーっぽくなったね。はい。なんか武器みたいなのないのかね。ねえか。ないよな、そりゃ。ここはなんもない。こっちもなんもないね。この奥って何？おお、なんか光ってる。はい。何があるんでしょう。え、何これ。なんか、戸棚って引き戸全体にすっぽり埋まるかのような巨大なハンマー。巨大なハンマーだって。あ、これでもしかして殴るの？殴り殺す？出ていい？怖いんだけど。これで殴り殺すんじゃないの？あ、例えば電話ってどこにあるの？どっかあったっけ？あ、これだ。こんな電話ある今時。まあ、おしゃれっちゃおしゃれだよね。見方によっては。壁に電話がある。ちゃんと繋がってるっぽいな。はい。わ、わ、なんか足音がする。え？なに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 ？今のはちゃんと、あ、なんか足音するけど。逃げた方がいいとかじゃないの？え？どっから聞こえるんだろう？目標、地下室を探索する。お、何これ？ああ。そんなのあったっけ？地下室ってどこにあるの？うわぁ。うわぁ。ちょ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 。え？こいつ動かねえ。ああ、うわぁ。なんか来た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 。来た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 。
追ってこなくなったね。何これ。おーおーおお、怖い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 。地下室どこにあるのこれ。なんかこっちの方来ちゃったけど。ああ、何これ。びっくりした。でもこれ地下室じゃねえよな。なぜ今外に出る必要があるのかわかりません。そんなこと言われたって。え、地下室どこ。地下室がわかんない。え、地下室どこだろう。あった、そんなとこ。こっちはない。おおおおお、なにこれ。あ、これなんか今偶然、なんかが倒れて開いたけど。あ、なにこれ。あ、なにこれ。人がいる。人がいる。え、え、なにこれ、なにこれ。謎の空間発見。地下広。地下広いぞ。これ何、洗濯機じゃないな。なんか変な機械が置いてあるのか。いやー、こんな地下あったらちょっと改造してね、なんかいろいろ作りたい気もするけど。これ何、これ、これ見ればいい。1は緑なので最初の数字は5。ちょっと待って。1は緑なので数字の最初の数字は5。あーあー、なるほどね。はいはいはい、ちょっと待って。え、俺色あんまり得意じゃないんだが。次は何これ。え、これ次何。5が最初で緑だからでしょ。うん、ということは2でいいのかな。で、次3がこれってことでしょ。だから9か、9でいい。で、次が5、1、2、3、4、これか。ってことは、え、 8？ で、5がどれ、これか。これ何、3でいいのかな。不安だな。で、次6がこれだから、これ何色よ。何色これ。え、何色。 7 でいい。7っぽいよね。で、7番がこのこれ、これなんだろうな、分かりづれえな。8がこれだからこうか。で、6か、これでいってみるか。おお、開いた。おお、なんて言った。何も言ってないけど。え、ロボット。うん、確かに思い出せない。どうしてこの状況になったか思い出せない。え、たくさんの数字や文字や色のついた正方形を持っている人だけ。とにかくあなたは誰ですか。お前は。え、私の兄弟ですか。覚えて、え、これ、これ兄弟なの。これ兄弟なの。え、あ、パトカーの音がする。サイレンが。マジで。なんでロボットになったってこと。ん、あ、間違えた。あれ、どうなってんの。あ、止まった。こうかこっちでいいかな。はい。で、てか、こっち行ったら、あ、いる。早く。うわーって。あ、追ってこないね。追ってこないぞ。こっちか。あれ、出れないんですけど。出れないんですけど。どっから出るのしたら。出れないじゃん。
さっきのあの、なんだっけ？ん？これ何？あ、これドレッサーか。あそこから出るの？また。え、めんどくせえ。めんどくせえ。こっちじゃねえもんな。またこっち？危ない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 危ねえわ。危ない危ない危ない。怖い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 。おお、怖っはは。で、こっちから出るってこと？これか。あ、出れた。出れましたね。で、警察の方はどこですか？おらんけど。ちょっと待って。どっか行こう。あ、ここ開いてんだ。あ、いた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 。いた。いたぞ。お、ポリスマン。ヘイ。私はあなたが。帽子をかぶった不気味な男があなたを殺そうとしてる？夢じゃねえの？ゲップってなんだよ。弟がロボットになってるの？笑われてる。笑われてます。ナンセンス。あなたはここにいる間？ストアから水をもらってください。ゲップのお金がないの？なんでゲップのお金って。ガレージの上にコインがあるように見えます。コインを見つけました。水を手に入れたらいいよ。知る。あのお店に行けってこと？ちょっと なんかバグってるけど。あ、びっくりしたわ。一瞬バグっとんかと思ったわ。あった。あれだ。見っけたぞ。見っけたのはいいけど、あれどうやって撮んの？上見たらそこであったけど。でもこれどうやって撮んのよ。え、登る方法ある？あんなところ。ジャンプとかできるの？できねえな。え、どっか階段とかあんの？階段？あ、あった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 。こっから登るんだな。ああ、それはいいけどさ、水を手に入れなきゃいけないね。これ？これ？お金の音がしてる今。コインを手に入れよう。手に入れたい今ので。手に入れたってことでいいのかな？で、あとはどうやって行けばいい？多分大通りがあるから、ね、すごいね。意外にこのゲームしっかりしてんね。こんな大、あ、スタミナ知らない間にゼロになってた。で、どっかにお店がある。ぽいよね。こんな雨の中さ、女性に買いに行かせる？ちょっと歩き方変だけど。ひどくない？水買ってこないと家の中調べないとかっていうのは悪魔だよね。しょうがない。文句言ってもしょうがないわ。どこよ、コンビニ。コンビニだかなんか知らんけど。どっかある？あ、なんか明るい感じがする。これか。あ、これだわ。さっきチラッと映ったね。これだ。これ風邪ひくぞ。こんなに濡れたら。これどっから入るの？これか？あ、なんか、いい感じのメロディーが流れてますね。え、これ入ってる？入ってる？あ、入ってんのか。ストアキーパー。え、営業時間終わった。あ、でも買うなら教えろと。割引してくれんの？今でもお店終わったとか言ってなかった。あ、なに、あの豚は何なの？さあ、とりあえず水が欲しいんだよ。水。これは？これ、プライベート。これでいいのかな？え、これでいいの？あ、警察官に水を戻す？戻すっていうのもなんかな？あいつのじゃねえし。あいつのじゃねえし。電話したね。レトロな電話。で、また戻るんだ。ずぶ濡れになりながら。せめて傘とか買えばよかったんじゃない？そんな感じもするけど。何これ？スピードリミット455。
あれは日本の45キロと変わんないのかね。まあ、中途半端な速度制限だけどね。40キロとか50キロならわかるけど、45キロって逆になんか難しくね。なんかこの止まってる車怖いね。なんで止まってんだろう。この家の人のなんかお客さんかな。これ勝手に入ったりしたらダメなのこれ。勝手に入ってるけど勝手に入ってるけど、入れたりするもしかして。あ、入れないのか。さすがに入れないか。なるほど、そこはちゃんとしてんだな。スタミナの減りが早いこと早いこと。ここら辺か。あ、ここだな。パトカー見えた。いや、これ絶対これもう肺炎とかなっちゃいそう。しかももう水、なんか水が欲しいんだったらさ、口を大きく開けて上向いとけばいいじゃんね、こいつもね。はい。持ってきたよ。あ、一応お礼は言ってくれるんだ。今すぐ家を見に行くよ。あ、何してんのこいつ。腕立て伏せしてる何してんのこいつ。え、私の時間を無駄にするのはやめなさい。なんか怒られたけど。どういうこと。あなたは、え、逮捕された。番号の乱用、どういうこと。え、手を後ろに。え、なんか俺が逮捕されたってことこれ。え、え、どういうこと。こんなふにゃふにゃな警察官に捕まったの俺あんなふにゃふにゃな警察官に。マジか。あー、第一章が終わったみたいですね。どうやらまだこのゲームは続くようです。でも今できるのはここまでらしいんでね。はい、ちょっと続きを楽しみに待っていましょうか。